かしこまりました。で、メアには出やすい子でしょうか。この子がそんなにもう涙焼けとか、はい、するような子ではないので、はい、見てもあんまりその目の周りが固まって、はい、ありがとうございます。フケやハゲなど、あの耳周り、あとあの足先だったりとか背中だったりとか、そういったところにフケ、ハゲ出やすいとかっていうのはありますでしょうか。今出てるとか。そうです、あの現状では特にその、まあ、大きいハゲとかだったり、はい、まあ、フケも確認した段階では特にはないです。あ、はい、ありがとうございます。咳とかはいかがですか。いや、もう今は全然、はい、何も。あ、はい、かしこまりました。食欲は旺盛な方でしょうか。すごい食べます、ね、あ、すごい食べます。わかりました。便の状態いかがですか。緩くなりやすかったりとか、今まで結構緩くなってたとか、そういったことはなさそうでしょうか。なったことはないんですけど、はい、あの、うちもあのしっかりあの形のあるものを出してくれてて、はい、カットペーパーを食べちゃうので、あ、わかりました。カットペーパーが出たりとか、あのお部屋にこうちょっとクッション材入れてるので、そちらをちょっとあの食べちゃうというような感じですかね。メディカルチェック項目何かついてらっしゃいますでしょうか。あ、お待ちいただいてよろしいですか。はい、あ、じゃあその間にあの性格とかいかがですか。そうで、結構あの今一人であの電車の中にいるんですけど、はいはい、結構おっとり。あ、おっとりさん。あ、そうなんですね。いや、おっとりさんいい。おっしゃで遊んだりとか。はいはい、頻繁にはないですかね。あ、そうですか。まあ、でも今持っている感じものんびりしてますからね。だいたいどれぐらいになるんだろう。ごめんなさい、正拳サイズの大きさって今表記あります。どれぐらいになるかなっていう。ごめんなさい、うちがちょっとラブラドゥードゥルあんまりいなくて。ちょっとお待ちいただいてよろしいですか。大丈夫です。あの手も合わせてちょっと。あ、はい、はい、お願いいたします。今あのメディカルチェックと。結構が、はい、38センチから65センチで、はい、標準体重が20キロから30キロになります。35キロになります。ありがとうございます。はい、わかりました。メディカルってわかりますか。あ、もうまだ、あ、今、あ、今、ごめんなさい、失礼いたしました。すいません、お待たせしました。はい、メディカルチェックなんですけど、はい、このラブラドゥールに関しては何もチェック入ってない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいところ。何か聞いておきたいこととかってございますか。うん、特には。はい。はい、かしこまりました。では、すいません、お時間いただきありがとうございました。はい、ごめんなさい。担当していただいた方のお名前頂戴してもよろしいでしょうか。今井です。あ、今井さん。はい、ありがとうございます。はい、でごめんなさい、ですね、ちょっともし何か決まるようであればすぐお電話いたします。で8時もし過ぎちゃうようであれば、メールで、こちらから送らせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。バイバイ。またね、のんびりしてます。